ここに3つ絵があるけどこれそれぞれある昔話を表してますみんな聞いたことあるかなこれはアリとキリギリスこれは金のうの銀のうのでこれはウサギと亀ですね実はこの3つもともと海外で生まれたお話なんですで日本に伝わってきて広まったのは今から約300年から400年前江戸時代のことなんですね伝わってきた時は磯穂物語という 題名の本でした。で、この磯子物語の中にこういう短いお話がたくさんこう詰まっていたわけね。この動画では磯子物語について理解を深めます。はい、磯子物語っていう作品はまこのお話の特徴から分類分け、ちょっと仲間分けをしてみると金蔵子っていうまジャンルね。分類に分けられることが多いです。 花像紙っていうのは一体何なのかっていうとまちょっと日本の年表を見てもらってま江戸時代の初めの辺りに書かれたそういう作品のことを指しますなので成立時代磯穂物語の成立っていうと江戸時代の初めの頃初期の頃ってことになるんですはい。で、さっきこの磯穂物語に入っているお話は海外に生まれたってことを言ったんだけど まあそうは言ってもすごく古い時代のことなんですね。古代ギリシャ生まれです。で、ちょっと偶話っていうのは後で説明しまするんだけどこの古代ギリシャで生まれた時のお話の名前はイソップ物語っていうふうに言いました。イソップ物語の日本語訳されたものがイソホ物語になるわけです。まあイソップとイソホってちょっと名前似てるよね。 じゃ一体この寓話っていうのは何なのかっていうと寓話の和は話って感じ使われているからまこれはお話なのねで、どんな話かっていうところに特徴があって寓話は話の最後に必ず教訓が載っています教訓は教えってことですこのお話は一体何を伝えたかったのかっていうのが載っているんですね はい、磯穂物語っていうのがまあ江戸時代に伝わってきた海外のお話の日本語版ってことが分かったかな次の動画からこの磯穂物語に入っているお話二つ古文で読んでみたいと思います。